Hello everyone, welcome to our The Legend of Heroes Sora no Kiseki FC Evolution Stream. 各位观众晚上好，我们今天要玩英雄传说控制轨迹 FC Evolution 进化版，欢迎欢迎大家。好，不然我们读取一下，好吧，就从这里。欢迎诗画妹妹，可能我们可能的人直播最多，可能一个小时吧。对不起，开始晚了。好吧，哦，我们好像要去迷宫那边，得去哪里？すまんが、エルモのポンプ修理の件は任せるぞ。好吧，亚尔摩。現地まで行ってくれれば、あとはティータがどうにかするじゃろう。では、よろしく頼むぞ。那我们要从哪里出去？好，那我们先到一楼吧。应该是泡温泉。嗨，とってもいいところですよ。嗯。私もおじいちゃんに何度か連れて行ってもらいました。哦，那太好了。ここからだとどうやって行けばいいのかな？是该怎么去？ですね。ですね。町の南口から出ると広い平原道があるんですけど。哦，好，南口，然后，通过宽旷的平原大道，沿着那条路，往南直走就可抵达了。OK， 平原道に出てまっすぐ南ね。それじゃ、Let's go。Let's go。行くぞ。啊，不是，出发吧。现在有多少米了？2000。我们永远是穷的，穷人，对不对？好，那不然我们往南吧。就希望的等级会是足够能够抵挡那些坏蛋、坏魔兽。NPC 太多了，不管他们。托兰特，哦，按错了。蔡思士，雅尔摩村165，塞尔举，沃尔菲堡，应该是堡塞对不对？280塞尔。塞尔举，艾斯蒂尔说多少次？那我们出发吧。是他肯定讲了几百次了。现在，啊，算了。这是什么东西？猴子？哦，哈，元阳。对不起，我就要确定我是不是我没读错，对不对？是的，元阳啊。那这个元阳怕什么？它可以防水防风。那好吧，就用普通的攻击吧，看怎么样。270。用个战绩吧。烟雾加农。348。我以为是猴子，这个什么猿？
就这样子前进，经验分不够，很少，不值得跟他们斗啊。そこだ。兔子。僕の番だね。这是什么？装甲兔。吼，这样子，他是怕，应该是怕魔法吧？好吧，用这个十字锤就够了。哦，兴奋不已。好，风之轮。火焰剑。駆動。342。OK。打败了。もう大丈夫だ。もう大丈夫。没，已经没问题了。啊，很多魔兽。用墨尔菲，是宝塞还对不对？还是不是堡垒啊？讲错了。好，又是这个绵，行くよ。元阳，元阳，这是什么鬼东西？好，用个绝影吧。遅い。Hi, coffee. I'm. Oh, this is a Chinese language stream, so I won't be able to talk to you in English for very long. 早上好 ，Mandarin. 哎呀呀 ，I think a regular attack was fine. 私の番ですね。攻击。Down it go. Oh. ドキドキしちゃった。心跳的快，蹦蹦跳。好，那，Yes, sorry, coffee. Nothing personal. No. Yeah, this is the one time I do Chinese language streams when no one's around.现在怎么办？那个魔兽还有兔子。好，不管他们。我也不懂，圆不是对，不是心吗？我以为它是那种心，那个类似的动物。哦，算了，不想太多。火焰剑。普通的攻击怎么样？189。任せて。是挺强的。哦，哈，没有配音。好，魔兽肉获得了。我不管。很多兔子。行くよ。好，绝影吧。私の番ですね。石锤。任せて。火焰剑。呀！战斗过得很快，很爽。是的，还好这些魔兽不是太强的。不是太强的魔兽。打得很爽，然后给提达有机会升级。行くよ。那普通的攻击呢？私の番ですね。当然可以。啊，落空。私の番ね。
行くよ。啊，还好你这个可以戦闘終了，增加动画动画的速度，太棒了，省我们很多时间啊。那怎么办？那要去哪里？哦，有新的魔兽在那边。又是一条蛇。这个蛇呢？制服眼镜蛇。啊？眼镜蛇？哪里有眼镜？他是怕火怕风。如果用普通的工具，怎么样？落空。僕の番だね。276好，打倒了。戦闘終了，先に進もう。这个蛇也不算是吧？踢打很快就会升级。魔兽出现了！哇，这么多！好，那我就不手软了。OK， 他们不怕任何东西，只是怕火。好，烟雾浓，加浓。哦，瞎眼了。这些怪物的中文名字和英文名字很不同啊，是吗？英文名字，那他们的英文名字呢？旋风轮吧。僕の番だね。双年机绝影吗？好，有一个还是打到他，这个三连踢哦，还好落空了，别打喽。哦，挑衅，落空。哦，真麻烦。好。绝影吧！行きます。打倒了。行きます。空了，三连踢，哦，还好。僕の番だね。睡着了，真烦。他把他打，把这个处理掉。OK。心蹦蹦跳。升级了21级，因为好像是叫
可怕呀，可怕呀！強くなりました。提达学到了活力加农。命中三哦。就用普通的攻击。行きます。私の番ね。嘎，死掉了。この調子で行くわよ。那他日文本来的原来的名字，我也想很好奇。哦，提达他哦，对，他什么都没有解锁。哦，对，要沿着路吧。日文名字是。这个魔兽比蚂蚁还多，是的，名字是 Hitsujin 是什么意思？锦是什么意思？我也不知道，我要查字典。哇，GG了，太可怕！僕の番だね。太可怕了，那怎么办？アーツ、駆動。私の番ですね。是谁？ああ、私の番ね。好，やった！やった就是说做完了不的意思，但是当然就是说，这就是说一件事成功的意思。亚尔摩，村。へえ、ここがエルモか。ずいぶん雰囲気のいいとこね。何この匂い？这个应该是温泉的味道吧？あ、お湯に入っている硫黄成分の匂いなんですよ。硫矿成分？哦，不错。应该，如果我没记错，它这个是很寻常的材料，放进热水的材料。或者硫磺，哎，对，我在硫矿，我怎么读成矿？算了，这个是很寻常的。温泉が湧いているところでは、大抵こういう匂いがするらしいね。是。へえ、なんか卵をいぶした時みたいな匂いね。对，是的，是很臭的味道。想知道这个怎么这个熏蛋啊？嫌な匂いじゃないかな？那还好。よかった。只是说那个味道很重。哦，でもいつもよりちょっと匂いが薄いような。蛋。湯気も出ていないみたいだし、没有蒸汽冒出来的样子。哦，那就是证明机器有问题。ポンプが故障したことと関係があるかもしれないね。也许吧。早速修理しに行くかい？あ、ポンプ小屋の鍵は旅館にいる魔王ばあちゃんが持っているんです。
下午的钥匙在旅馆的麻絮婆婆。好，まずは鍵を借りないと。应该。OK。それじゃあ旅館に行きましょう。好，旅館行きましょう。旅館就是旅馆。旅馆，对不起，怎么旅馆？旅館，听起来声音挺接近的。对不起，因为翻译很奇怪。I see， 也居然说，这是什么味道？约书亚，是你放屁吗？笑死我。完全跟日文是不相同。夜月礼品有没有东西可买？回复要，还有十个，这些是防，是医那些易状态的药。好，买一些这个冷玉喷雾是一验伤。胶带，对不起。有时候我就不确定繁体字 DS 是这么写，但是现在我知道了。我希望没记错，对。好，用餐休息的。こんにちは、マオバちゃん。おお、ティータ、よく来てくれたね。哦，挺活泼的。的婆婆麻絮，ついさっき工房長さんから連絡があったよ。哦，ラッセルのやつ、あんたに修理を押し付けて、自分は研究三昧してるんだって。就是。そんなことないよ。那是的，他是帮我们。おじいちゃんちゃんと来るつもりだったけど、私が無理を言っちゃって。是的，是的。あんたって子は本当にけなげでいい子だね。でもあんまりあのじじいを甘やかしちゃいけないよ。宠那个老头。昔から研究のことしか頭になくて、放っておいたらどこまでも自堕落に過ごすからね。懒散的过日子，懒散的过日子。元気なおばあちゃんね。是是。很有精神。博士の知り合いみたいだね。应该是。あんたたちは。あ、おばあちゃん、紹介するね。エステルさんとヨシオさん。遊撃士協会のブレイザーさんで、私をわざわざ送ってくれたの。あ、こんに
にちは。よろしくお願いします。へえ、そうだったのかい。わざわざすまなかったね。没问题。私はこのもみじ邸のおかみをしているマオってババアさ。マシは、是个老太婆。ラッセルは私の幼馴染で、この子も実の孫みたいなもんさね。啊，这样子。へえ、そうだったんだ。是他的，是他的爷爷的老友。あ、少佐おばあちゃん、動力ポンプが壊れちゃったって本当なの？对，帮那个帮铺坏了。不，我们不是叫他水管吗？哼，我很少用这个字。帮铺，对不起。ああそうなんだよ。40年前の機械だし、そろそろ寿命なのかね。寿终正正啊，这个是睡觉的意思，但是我忘记怎么用中文读啊。日文它是寝る，就是说睡觉的意思。寿终正寝，寝啊，就是正寝，是这样，是这么读。まあ、いずれ買い替えるつもりだけど、とりあえず応急手当をしてほしいんだ。是，处理一下。ディータ、できるかい？うん、任せて。那应该是。よし、これを持っておゆき。好。借得邦普小屋的钥匙。ポンプ小屋は村の広場から北に登った高台にあるからね。北边爬上去的高台上。それじゃよろしく頼んだよ。好，那我们来。好吧，不然在这里休息一下。300米拉，房间好像没什么东西。好，全个大。小屋门上锁了。ここがポンプ小屋なんだ。はい、そうです。好，那就用钥匙。裏山から運ばれたお湯を旅館や広場の井戸に送るんですよ。それじゃあ、さっき借りた鍵を使おうか。好，你使用邦普小屋的钥匙。
好，那就进去吧。へえ、これがポンプ装置か。昔のものとは思えないほど綺麗に手入れされているね。是是。おじいちゃん、このポンプは毎年手入れしているみたいです。40年前、オーブメントは全く知られていなくて。是是。その便利さを知ってもらうために最初に作ったものだって聞きました。あ、所以这个产品是很老的。なるほど。そりゃ思い入れがあるわけだわ。是是。そういうことならしっかりと修理しなくちゃね。是是、修好它。はい。まずは機関部の点検から。好。そこに問題がないなら、スクリューと配管をチェック。确认螺旋。什么？等一下。这个螺是螺丝的螺，但是。哦，是那个甲，我不是螺丝吗？啊，算了，跟管线。何かあったら私たちも手伝うけど。あ、大丈夫ですよ。一人でなんとかなりますから。要应付得来。エステルさんたちは旅館でゆっくりしててください。是吗？キャビテーションと水撃作用の可能性の考慮。水锤，锤作用的可能性哈。それからそれから。自己跟自己讲话。サージングの問題もあった。波震的问题。哈哈。やっぱり私たちがいても何の手伝いにもならないかも。是是，帮不上。そうみたいだね。专家的，专家就是专家。ここはお言葉に甘えて。旅館で待たせてもらおうか。よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ是没有意思，只是说好，做好了，然后这个也做好了，然后这个也。上锁。这个音乐就像暗一样。安眠药，好。哎，旅馆呢？好，在这里。おや、あんたたち、ティータはどうしたんだい？修理を始めたわよ。是是。そばにいたら、かえって邪魔になりそうだったから、ここで待たせてもらうことにしちゃった。有道理。それが賢明かもしれないね。賢明、明智的决定。あの子はある意味ラッセル以上の天才だからね。哦，还要厉害。天才、言われてみればそうかも。是是。確かにあの年で中央工房の手伝いをしているなんて普通じゃ考えられませんからね。是是、平常。他们不会有机会去在工房工作啊。おまけによく気がつくし、けなげでいつも笑みを絶やさない。是是，
总是笑个常看。まあ、機械いじりを始めるとすぐに熱中しちまうところはあるが。哦，哈。陈若。这是什么？陈蜜。本当によくできた子だよ。でもね。嗯。可是，大家给我一下，我要去穿袜子，脚冷了。给我一分钟。不好意思，我的电脑更新了啊、哦，真烦！对对对，那个 Windows 总是这样子，每次都有一个新的更新。どうしたの、おばあちゃん？嗯，那到底提达的过去是怎么样？いや、なんでもない。なんでもない吧、哦，每次都是这样子，没什么的。なんでもない是没什么的意思。おい、モバさん。哦。埃德，埃德，エド、戻ったのかい？すとんきょうな顔して、一体何があったんだい？是发生什么事？いや、その、ちょっと聞きたいんだけど、あのオートから来た姉ちゃん、ちゃんと帰ってきているかい？王都、小姐。オートから来た。ああ、昨日来たお客さんかい？散歩に行くとか言って、出かけたきり帰ってないよ。还没有回来。やっぱそうか。まずったな。什么事？なんだい？村の中にいるんだろ？いや、その実はさ、さっき村の出口であの姉ちゃんを見かけたんだ。は？なんか景色のいいところを探しに平原を散策するとか言って。风景优美的地方。平原を散策だって？魔獣もいるのにバカなこと。就是。このすっとこどっこい。なんで止めなかったんだい。好吧。止めた。止めたってば。は？ただ、なんていうかすごくマイペースな人だろう。我行我素的人不是。こちらの言うことをどこまで真剣に考えているか後から心配になっちゃってさ。なんだい？ザーン。あれ？新しいお客さん？そのお客さんを出口で見かけたのはいつ頃ですか？いつ頃ってちょうど昼時だったと思うよ。うん、中午。昼飯に帰るとこだったからね。昼時か。なんとか追いつけそうね。急いで追いかけようか。好、那不过追上去。えっと。私
たちこう見えても遊撃士協会の人間なのよ。就是。これから平原に出てそのお客さんを保護してきます。啊，要回去平原那。何？あんたら遊撃士？就是。これは頼もしい。よろしく頼んだぜ。好吧。頼んだぜじゃないだろう。每次都要拜托别人。まあいい。お客さんの安全の方が大事だ。是是、这个好像是一个让专业的来做。あんたたち、すまないけどよろしく頼んだよ。没问题。うん、任せて。それでは行ってきます。広いけど、どこから探せばいいのかな。是、那从哪里开始找。そうだね。景色のいい場所を探してたって言うから。风景优美的地方。舗装された道から外れた場所にいる可能性が高そうだ。是的。あっちゃ、ますます危ないじゃないのよ。更危险。まあいいや。とっとと探して連れ戻しましょう。好、那找那个小姐。这次没有提到，所以我们就孤单一点。好，风景。到了，这是什么？哦，装死！僕の番だね。这是什么东西？草地袋鼠。我是怕火，怕风。装死好可爱，哈哈 ！Grasshopper， 对不起，遥控，突然失去联接。
ヨシオ。啊、これ以上遠くには行ってないと思うんだけど。没有走很远。確かに時間から考えると、そう遠くには行ってないはずだね。この辺りの平原をもう少し探してみようか。うん、そうしてみましょう。好，那不然这样。時間から考えると、そう遠くには行ってないはずだね。この辺りの平原をもう少し探してみよう。好吧，那就他就是证明他说他不在那边。哦。哦，毒液。僕の番だね。退啊！撤退を開始する。失礼させてもらうよ。やだやだ、助けて！今のは、うん、近いね。啊，我知道你是谁。ライアル先輩、助けてくださいよ。就是，还会是谁？これって想像通りと思うけど、とりあえず急ごう。好。哦。ワンちゃんたち、とりあえず話し合いましょう。私なんか食べたって美味しくないと思うのですよ。毎日12時間以上寝てお野菜もしっかり食べてるからお肌もツルツルだし。で、何気にヘルシーで美味しそう。養生療命。ロシーさん、もう心配ありませんよ。果然是陶乐斯。难道会这会做这么笨的事？那也是。どちら様でしたっけ？哈，不认识我们吗？伤痛。遊撃士協会のエステルとヨシュアです。冗談だってば。エステルちゃん、ヨシア君、こんなところで会うなんて奇遇ね。は、激しくやる気が。は。エステル、来るよ。来了。好，先对付这些狼。僕の番だね。OK， 这些是怕，他是怕任何魔法。那个狼犬。哦。强袭。强袭狼犬，狼犬对不对？这狗的意思。哦，是狼犬，对，没错，第一次是对的。对不起，我只是想知道这个。七，对对对，没问题。那先用魔法吧。私の番ね。
就是这些狼犬，就是犬。是，也许是混种。切！真麻烦，好，再来一次。任せて。哦，不是一个魔法。アーチ、駆動。僕の番だね。
啊，只能用。負けてたまるもんですか。好，用旋风怎么办？まずい。好吧。それ。哦，还好他。他得直さないと。吓死人！这么多狼犬，狼犬。唉，なんとか追っ払えたわね。赶跑啊！赶跑了呢。エステル、気づいたかい？哦。峠の関所を襲った魔獣ね。どうしてこんなところにまで？从山上跑到平原，为什么？すが遊撃士だね。しばらくぶりね、エステルちゃん、ヨシア君。まさかこんなところで会えるとは思わなかったよ。我也没想到你怎么会跑去平原外面。これってもしかして運命の出会いっていうやつ？運命是命运的，出会是见到的意思。但是这个词，这个是泻药，不是泻后什么后。邂逅哦，是得 die 的意思，就是说邂逅。哦，我很少用这个字。何の運命よ、何の。ところで、ドロシーさん、エルモの旅館に泊まっているお客さんってあなたですか？应该是他吧。そうだけど、あれ、なんで知ってるの？当然我知道。针对亚尔摩旅馆老板娘委托保护 房客一次做了说明。啊，そうなんだ。それは大変だったね。何人ごとみたいに言ってんのよ。啊，是是。で、こんな街道の外れで一体何をしていたわけ？ちそんなこともわからないの？クスクス、エステルちゃんもまだまだ洞察力が足りないな。还不到家？なんですって？正解は今度の特集に使えそうな写真のネタを探してたでした。哦，这样子是是，他还是一个。あ、ちなみにナイアル先輩にやれって言われた宿題なんだけどね。哦，做的家庭作业。なるほど、仕事だったんですか。だからってこんな場所でネタ探しをしなくても。是是。ああもう、なんか戦い以外で激しく疲れたような気がする。大丈夫、エステルちゃん。痛いの痛いの、飛んでけ。飛んでけ、飛んでけ是飞的意思。疲れさせた張本人が何を抜かしとるか。
ステルにここまで突っ込まれる人も珍しいな。吐槽到这地方的演技。嗯，ねえエステル、とりあえずエルモに戻らない？そろそろポンプの修理も終わっているかもしれないし。也许吧。そうね。そういうわけでドロシーも一緒に戻るわよ。まだ写真撮りたいのに。は？戻るわよ。戻るわよ。一起回去。or 就是说回去吧的意思。エステルちゃん、怖い。は。好，那我想。可能这次就到此为止吧。太可惜，因为现在已经过了一个小时，所以不然我们先跑到村那边，先补血一下。好吧，我想就到此为止。我想，因为下次应该会有多几幕吧，或者他们会讲很多话，尤其是那是这种人物，那这个陶罗斯啊，好吧。我想或者明天我们会再播吧，就可以看让剧情发展多一点。反正我也需要一直练习中文都 也可以，但是最主要是要练习日文，很快要考那个日本水平考试 JLPT N3、中级。好吧，那就这样子，我就跟亲爱的观众们说一个拜拜。好，那我也让你们可以好好吃一顿晚餐，所以我就想说一个晚上好，下次再见，谢谢收看，求神祝福你们，愿你的一天有福，希望你们会一直来支持我的直播，兼也希望下次会看到你们。好，四万妹妹拜拜。那这个陶罗斯会怎么办呢？好，拜拜。